はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、とうとう恐れてたことがですね、起こりました。まあ、何に恐れてたかっていうたらですね、この左のね、あの奥歯に詰めてた詰め物がね、全部取れたんですよ。もう全部取れました。もうすっかすかのね、でっかい穴がね、ぽっかりと開いてしまってですね。まあでもね、それもね、これもね、まあ、こんな理由があるんです。まあそのね、白血病や悪性リンパ腫などのね、血液のがんと言われている病気をするとね、治療のためにですね、抗がん剤、放射線照射をします。抗がん剤やね、放射線照射でね、血液細胞をね、がん化してしまった細胞をね、がん細胞をですね、まあ、死滅させるんです。でそしてね、その死滅させた数をね、後で数えるんですけども、まあ、そのある一定の数値以上になるとですね、寛解というあの状態が、まあ、言葉があるんですけども、その寛解という状態になることをね、目的に、そういった抗がん剤や放射線照射をします。そしてね、その寛解の状態をね、維持していくためにね、行うんですけども、その抗がん剤やね、放射線照射でのね、治療でがん細胞をね、死滅しきれない状態がね、続いてしまっても回復が見込まれない場合はですね、骨髄移植、末梢血管細胞移植、そして再帯血移植かというね、その3つというその、まあ、増血管細胞移植というものがあるんですけども、というのをする場合があります。でそしてね、その移植の際に伴うね、 GVHD というのがあるんですけども、まあ、移植変態縮視病といってね、まあ、分かりやすく言うと、その移植の際に伴う副作用がね、起こります。でその副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲みます。その免疫抑制剤というのがですね、これがまたね、厄介でね、あの硬いものを柔らかくする性質をね、持ってるんです。いつものようにね、歯間ブラシで、食後のね、歯のお掃除をね、してたんですけども、あのほじ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 ってね、歯間ブラシってそのネジのごとく、回転時のごとくですね、その歯の間のブラシじゃないですか。ね、最初はというか、まあその歯と歯の間だけでね、こうほじほじやめといたらいいんですけども、ついつい、あのもう全体的にね、ほじ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 してしまうんですよ。でもこうちゃんとね、やっぱ歯に詰まったものを取らないと、まあ、そこからね、虫歯が発生してしまうじゃないですか。でその虫歯の治療してる左奥歯のね、穴にもですね、食材が詰まるんですよ。でそこもしっかりほじ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 して取らんことには、より虫歯がね、進行してしまいますからね。ほんでね、そのほじほじがね、行き過ぎてですよ、この残ってた白い硬いはずの詰め物がね、ポロッと取れたんですよ。今残ってた白い塊って言いましたけども、そのね、詰め物なんですけども、あの徐々にそのほじほじしたら、なんかね、かけらがポロ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 って取れてきてたのがね、すごい分かってて、まあこれは今に始まった話じゃないからね、そのまあ、ずっと見てくれてる方だと分かるんですけども、もう1ヶ月前から1週間ごとにこの僕はね、歯医者に通ってて、1週間に1回ですよ、歯医者に通っててですね、治療をね、続けてたんですよ。あの虫歯削って詰めて、またその詰めたところをまた開けて消毒し直して、でまた削って詰めてっていうようなことをこう繰り返してたんですよ、まあ、1週1回ね。でそれがあったから、別にその白いものが取れることなんて何とも思ってなかったんです。でもその、まあ、昨日ポロッと取れた時にですね、まだでもね、詰まってる感がね、あったんですよ。でさらにね、ほじ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 それでしてたら、綿が出てきたんですよ。綿ですよ、綿、綿ね、ふわふわのやつね。で最初は何か分からんかったんですよ。指で触ってたんですよ。ほんで分からんかったからね、何やこれって思いながら、で触ってたらですね、この水分が抜けてきてですね、まあ、僕の体温とかね、まあ、空気が乾燥してるんで、その綿自体のね、空気じゃないわ、その水分がね、蒸発していたんですよ。で、まあ、ほんまにそれ自体がね、乾いてきてるのが分かったんで、
俺こんなふわふわしたもん食べたかなってね、なんて思いながらね、もうちょっと触ったらもう完全に乾燥してきて、完全にもう綿なんですよこれ。まあ、こんな大きくないですけど、歯に入るもんやからね、もうほんまに綿なんですよ。これはね、もう驚きましたね。綿なんて入ります？で、まあこのことをですね、奥さんに話したらね、報告したんですけどね、ああそれなーって、それ虫歯の治療の消毒液を染み込ませて詰めて上から蓋して、でまたその次の治療の時にその蓋を開けて中の綿を取って、周りの虫歯を削って、また消毒の綿を詰めて、消毒がなくなるまでの繰り返すねんでって教えてくれましたね。え、まあそのちゃんと先生からね、綿を詰めていますってこう聞いてたらね、こんなパニックになることはなかったんですけども、ほんまにね衝撃的でしたわ。だってね、その歯から綿が出てくることなんて誰が予想できますか。ほんまびっくりでしょ。知らんかったしね、え、まあ、まあ、というか説明あったんかなって感じなんですけども、その、まあ、治療の時でもね、毎回毎回その痛さのあまりと恐怖のあまりにですね、説明の記憶がね曖昧になってたと思います。もうどっか飛んでってたんちゃうかなと思います、僕のね意識がね。まあでもそのね、治療自体は痛かったんですけど、まあその時ね、でまあでもね、その日の治療が終わってからというものの、その奥歯のね、この左のね奥歯の痛みは、まあ徐々に徐々にこう薄れていってて、今はもうほんま痛くないんですよ。まあ、神経を抜いてもらったからかもしれないんですけども、でもまあそのおかげでね、こう気づかんうちにですよ、虫歯が進行してしまうことなんてね、ないんでしょうかね。ちょっと怖いんですけども、でもしっかりね歯磨きをしてても、まあ、先ほども言いましたけども、今の僕のね体はね、その免疫抑制剤のおかげでですね、歯が柔らかくなりやすいからですね、おかげじゃないな免疫抑制剤の副作用ですね、そのでもそのおかげでですね、固形物をね食べることにね抵抗が出てきて、より一層この流動食を求めるようになりましたね。そのまあ野菜をね、こうクタクタになるまでですよ、あの炊いて食べれるのがね最近好きなのにですね、それすら食べたら後悔をしそうなんです。もうね、来週にやっと、ほんまに来週にやっと通院なので、その日まではね流動食を食べて、綺麗にね歯磨きでね掃除をしていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。